はい、こちらが、TCS というモデルなんです。実際僕が、技術展出るときに使用しているモデルで、スペックが高いハイスペックな作りになっています。先ほど紹介したケオツ KSAT も、ケオツシリーズの中では、トップモデルとして作られているんですけど、少しこう路線的にはちょっとこう競技とか技術展などチャレンジしている方におすすめできるモデルになっています。ケオツに比べるとこう踏んだ感じちょっとハードな感じがあるので、板の走りだとかあとキレのあるターンをしたい方などにおすすめできるかなと僕は思います。はい、TCS のモデルも、ケオツ AP と同様に形が、ハンマーヘッドになりまして、テールの方も、シャープに今まではこう絞ったような作りになってたんですけど形が変わりました。で作り自体は、柔らかい作りにはなってるんですけど、この板自体フレックス自体はソフトな作りになってるんですけど、こう当初ねじれですね、ターン中の板のこういうねじれが、ちょっと強めに作られているのでソフトフレックス柔らかい感じでも、ねじれが強くなる、ねじれに強くなっているので乗った感じとしましてはそんなに弱いような感じは全くなく、むしろ強いような、感覚が得られるような感じになっています。はい。